フェームトラフィックアップデート。日本道路交通情報センターの京都さん、お願いします。はい。事故の情報が多くなっています。千葉東金道路の上りは千葉東インターで車6台の事故のため2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは関西インターで事故のため千葉インターまで7キロの渋滞です。下りは船橋料金学院で3キロ渋滞しています。東京外環道は高野山地方方面に向かう外回りは三郷ジャンクションで事故のため6キロの渋滞です。内回りは福田スタインターで7キロと、東海インター付近で断続的に9キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の千葉方面に向かう東行きの葛西ジャンクションで乗用車2台の事故のため2車線が追加されています。断続的に東海ジャンクションまで渋滞しています。千葉県内の一般道路の状況です。県道有機野田線は野田市やってクレーン車と自転車の事故のため川前駅入口交差点と吉原の間が上下線とも通行止めが続いています。県道松見小室線は船橋市小室町であった事故の処理は焦りを出しています。日本道路交通情報センターでした。河野さん、ありがとうございました。 KFM トラフィックアップデート、次は6時38分頃にお伝えします。